安野さん SDGs ニュース。10月14日、日野駅が大変なにぎわいに。この日、近江鉄道グループが主催したガチャフェスは、当日は子ども無料、大人100円で近江鉄道が乗り放題というビッグイベントです。近江鉄道沿線の4つのエリアごとにイベントが開催されました。日野駅で行われたのは、題して日野菜収穫祭むすび。日野町のオリジナル野菜、原種の日野菜の収穫を記念したイベントです。たくさんのお店が出店し、ステージでの楽しいイベントなど、たくさんの人でにぎわいました。中でも地元のボランティアの方々が握った日野菜漬けのおにぎり数百個が、大人100円、子供にはなんと無料で配られました。ここでしか食べれない、美味しいです。そう、この日野菜収穫祭でしか食べれない日野菜のおにぎりを今、安野おっさんおにぎり食堂が監修し、お伝えしたふわふわおにぎり、何度も練習を重ね、皆さんにご提供することができました。きれいきれい、おにぎり、おにぎりです。もう大繁盛でございます。すごく美味しいです。ステージには安野おっさんが登場。アミーチュショーでは安野おっさんとのあっち向いてホイが始まり、見事勝利した人たちには限定シールがプレゼントされ、みんなと記念撮影を行いました。日野駅前日野菜収穫祭むすびは、スタッフの皆さんの努力が実り、大成功に終わりました。完売したよー。